回の配信番組からつながって、はい、今回ライブになりましたが、はい、どうですか。いやまさか、ね、リアルでお客様をこう入れて、あの時すごい緊張したんですけど、まあでもなんかオリジナルメンバーじゃないですか僕、はい、なんでちょっとあれはありますね、アドバンテージは。はい。今回10名の出演者の方、はい、こちらになります。はい。どうですか、他の出演者。お会いしたことある方だけだと思ったんですけど、はい、山崎さんは他のある舞台で近しい役というか、まあ、家族みたいな役、うん、お互いやってるんですけど、まだ会ったことないんですよ。ふまりさんと、田村翔吾は舞台で、同じ舞台で共演させてもらってて、あと、まあ、伊沢さんと上田さん本当にね、オリジナルメンバー、はい、めちゃめちゃ強調します。はい、オリジナルメンバーなんでしっかりちょっと力見せつけていこうかなと思ってるんですけど。夏木くん、大崎夏木くんは同じ事務所で、うん、はい、結構昔から知ってて、川上さんと和子さんと夏木くんは今共演中というか、あの、はい、次の舞台が一緒で最近も会いましたし、なんか皆さん、はい、和子さんすごい人だって。いやもう超人ですよ。超人、いやもういたら笑顔になれるような方で、ほんとおこがましいですけど、ほんとになんかお兄ちゃんみたいな。今回、はい、ラブソングを歌っていただいて、はい、お客さんをとろけさせていただきたいなと思っております。任せてください。オリジナルメンバーなんで。何回も言いますか。ぜひぜひオリジナルメンバー、はい、頑張ります。はい、こちらがセットリストです。ありがとうございます。で、はい、前回女性の曲限定だったので、はい、なかなかまあそれもね、良さもとてもあったんですけど、今回はそんなことなくて、男性の曲もあったりとかするんで、ちりまりを、はい、あ、本当だ、あ、本当だ、これ俺歌えないですか。おかしいでしょこれ。これ前回オリジナルメンバーですよ、3人で歌わせてもらった時に、ジュディ&マリーさんのね、難しい、あ、そっちの曲なんだっていう曲を歌わせてもらったんですよ。伊沢さんだけじゃないですか。どうなってんすかこれ。僕も行きたいですよ。何ですか、リベンジ。伊沢さんリベンジ。リベンジ。伊沢さんもうセリフで言ってましたからね。このカードを引いていただいて、はい、引いたカードに書かれていることを本番実行していただきたい。わかりました。早っ。どうぞ。でべん、本番で〇〇と〇〇します。なるほど。乾燥中に、はい、乾燥中に誰かに喧嘩を吹かけます。ちょっとずっと言ったんですけど。乾燥中ですよね。待ってんすか。私笹森時は本番の歌の乾燥中に誰かしらに喧嘩を吹っかけます。 2.5 次元男子ライブ2021 in LINE キューブ渋谷、ぜひお越しください。